植栽とは、空間を樹木、地域植物等の植物材料によって、美的にかつ機能的に構成すること。植物を植付ける行為も、植栽という。植栽計画とは、計画対象地をいかなる植栽空間とするか、構想、立案すること、どのような種類の植物を用い、全体をいかなる景観の構成とするか植栽ゾーニングを行い、 各部の空間特性にふさわしい機能、配色を考えることが要件となる。そして植栽設計とは植栽計画に基づき、植栽する植物の種類、形状、位置、植栽形式、植物の組み合わせ、構成さらには、環境圧の除去、植栽基盤整備、養生の方法などの材木を決め、植栽図面、設計図書の作成などの一連の作業を行うことで、 植栽設計にあたっては各部の空間特性に応じた機能を発揮させるための配色を考えることはもちろんであるが常に全体の統一感を意識して設計にあたることが要件となる。また植物の成長の経年変化を十分考慮した植栽密度間隔を決定することも極めて重要である。その後植栽図面、設計図書を作成し、 これをもとに植栽工事が行われる。植栽された植物の健全生育を助長し、当初の設計意図、あるいは植栽に課せられている機能をへ属的に発揮させるためには十分な植栽管理が必要となる。植栽管理にあたっては、あらかじめ明確な管理目標水準を設定し、実際の管理作業を行うことが要件となる。なお、道路、河川、公園、 学校等の公共施設並びに、工場等の植栽にあたっては、植栽面積の割合、単位面積あたりの植栽本数などの植栽基準が、国あるいは地方自治体によって定められている場合もある。庭園植栽デザインには、デザインの才能と、神秘的な判断、そして園芸的、生態学的、文化的な知識が必要であるが、それは2つの主要な伝統形式がある。 一つは、成形式直線的植栽デザイン、そして、フォーマルな非対称と、自然主義的な植栽デザインである。歴史ペルシャ式庭園は美的で多様な植栽デザインを、生み出したとされている。正しいペルシャの庭園は四つの部門に分けられ、水は考えと美学の両方にとって、非常に重要である。四つのセクターは空、地球、水、そして植物というゾロアスター教の要素を、 象徴している。古代及び中世ヨーロッパの庭で植栽することは、薬用のためのハーブ、消費のための野菜及び装飾のための花の組み合わせであった。後期ルネサンス期の絵画や計画に見られるように、純粋に美的な植栽のレイアウトは、ルネサンスの庭園であり、中世時代の後半に開発された。イタリアのルネサンス庭園のデザインは、幾何学的なもので、植物は、 スペースや模様を形成するために使われていた。フランスのルネッサンスとバロック様式の庭園からフランシス時代の平面幾何学式庭園の美しさを続けている。アジアでは中国庭園と日本庭園の非対称的な植栽デザインの伝統は中国の神王朝に起源があり、庭園の植栽は制御されているが自然主義的な神秘感を持つ。ヨーロッパでは 非公式グループの植物の配置は、イギリスのランドスケープガーデンスタイル、そしてその後のフランス的、ランドスケープガーデンの一部として発展し、ピクチャレスク芸術運動の影響を強く受けた。応用ガーデンチェアとテーブル植栽計画は、具体的な指示を与え、多くの場合、土壌の準備方法、植えるべき種、使用するサイズと感覚、そして契約の下で、 どのような保守作業を行うべきかについて、受け負い業者に指示するが、私有庭の所有者はまた契約上の目的のためではなく、デザインについて考える手助けとして、そして何が植えられたかの記録として、植栽計画を使うやもしれず、そうしたガーデンデザインの植栽戦略から、景観や庭の植生の様々な種類の設計、確立及び管理のための長期的な戦略となす。 植栽は策定において、直接雇用されている庭師と園芸家によってまたは造園業者によってなされることもできうる。造園受け負い業者は、設計者や造園家によって作成された設計図書によって、思考を成し遂げる。ありがとうございます。